どうもジャンク家電屋です。今日はですね、オシロスコープを購入したので、ちょっと今日はこのオシロスコープで遊んでいこうと思います。結構古いやつなんです。このなんていうんですか、このハンドルじゃないんですけど、ここが動くはずなんですけど、なんか動かないんですよね。動きました。で、なんでちっちゃいオシロスコープあるのにこれ買ったのかっていうと、ちっちゃいオシロスコープがぶっ壊れたからです。で、まあこれですね、ショート動画でチラッと映ってたオシロスコープなんですが、これがぶっ壊れました。で、なんで何がぶっ壊れたのかっつうと、ちゃんとした波形が出てこなくなりまして、で、まあ説明めんどくさいんで、とりあえず本編入ります。で、とりあえず電源を入れてみましょうか。見えますかね、今光ってますね。こんな感じで、映ります。で、現代のオシロスコープって普通に例えば、まあ、発信機につなげるとそのまま波が出てくるんですけど、 このタイプはちょっと古いので、そのままつないでも波はそのままは出てきません。調整が必要です。でね、今日はね、まあ波形を映すためにこちらを使います。はい、これです。発信機ですね。CR 発信機とか、まあオシレーターですね。これを使って交流の電流を、出力して、で、こっちに、ね、波形を映すって感じになりますね。危ないんで、ちょっと何かあったら怖いんで、一回電源を切ります。で、これがね、プローブって言います。オシロスコープにつなげる、まあ、線ですね。ちょっと今回は1本しか持ってないので、高度な実験はできないんですけど、ただ波形を見るということはできるので、やっていこうと思います。あ、線が短い。どうすっかな。乗るか、これ。あ、乗った。で、これ行くか。お、怖い。まあ、こんなんでいいですかね。練り込んでる。見えますかね。まあ大体見えると思います。ではね、じゃあオシロスコープの電源を、で、オシレーターをね、これを、まあ、ダイヤルを調整していきます。で、今回は
制限波を出力していきます。制限波って何かっつうと、これ波型の波形ですね。でこのつまみで時間を調整していきます。でこれで電圧を調整します。見えますかね、なんか波っぽいのは見えてますよね。まあ、波なんですけど。こんな感じで映ります。で、ちょっとこれをいじるとね、なんでしょう、なんか変な感じになりますね。こうするとなんか、なんて言うんでしょう、なんか芝刈り機の刃が回転してるように見えますね。お、これだともうただの緑の太い線ですね。なんかこれはなんかエヴァンゲリオンになんか出てきそうなやつですね。なんか面白いですね。で、ここの津波で X 軸を調整します。で、これで Y 軸を調整します。こんな感じです。で、これで、明るさですかね、多分。ちょっといろいろといじくってみましょう。お、細かいですね。結構でかい波になりましたね。ちょっと調整が難しいですね。でこのファンクションっていうボタンがあるんです。この発信機にオシレーターにファンクションっていうスイッチがあるんですが、これを押すとですね、まあこんな感じに なんて言うんでしょうね、この交互に、分かれますね。でこれでまああれですね、なんて言うんでしょうね、ちょっと説明が難しいですね。まあこんな感じです。でさっき、ちっちゃいオシロスコープぶっ壊れたって言ったんですけど、
どんな感じぶっ壊れたのかっていうと、まあ、波形がちゃんと出てこないんですよね。ちょっとやってみましょうか。こんな感じでちゃんと電源は入ります。でこれをちょっと取って、なんか変ですね。見えますかね。なんか波形自体はなんか出てきますけど、これから出てる波形ではなんかなさそうですよね。どうだ。出てるには出てますけど、なんか波形がおかしいですよね。もう明らかにおかしいですよね、これは。ちょっと取ってみますか。電極を外しました。いやもうどうなってるんだよって感じですね。もうこれは結構ひどいですね。で何もつないでないのにこうやって波形なんか変な形になるんですよね。結構ノイズを拾ってる感じですね。でもまあガチの、オシロスコープが手に入ったので特に、問題ないかなとは思ってます。でついでにですね、どのご家庭にも一つぐらい転がっているトランスの波形を、トランスから出る波形をちょっと見てみましょう。感じで波になってますね。ちょっと電圧の設定を下げましょう。綺麗な制限波ですね。もう喋ることなくなりました。話すことないです。さあどうしましょう。話すこと特にないです。マジで喋ることないんですけど、どうしましょうね。今日はこの辺で終わりでいいですかね。今日はこの辺で終わりにします。では次回の動画をお楽しみに。